いや皆さんこんこにちはバンでございますお演技ですおかさっきあのお茶の間向けの動画を撮ったところでこうか手首がすごいさっからパッキンパッキンになりそうこういうなんか無駄話ばっかりのチャンネルだけどみんなよく来てくれるねいつもありがとう今日はねあの縦ぐりの話をしようと思ってさ縦ぐりとかさバッテリーグリップなんかこうなんだっけこれオリンパスの、えー、OMDEM1 マーク3さすがに覚えた,用のた専用の縦専りで縦ぐりで 型番がなんか思いっきりそのままじゃねえかってちょっと笑った覚えがあるんだけど縦位置グリップってやつですねこれ見えるねこの距離でも見えるねどうなってるかっていうとカメラ本体がこう,こういう感じね普通によいこ,こういう感じですよ縦位置で撮るときは見えてる縦位置で撮るときはこうね こ,うなこれさこ,ここで親指押しちゃうんだよね突然連写モード切り替えとかねああこの野郎ってなるんだけどこれをロックできるボタンもついてるけどあ使いたいからこのままにしますっていう感じこっちがなれるしかありませんっていう感じで縦位置って普通こうこうこうなのねえっ、ー、とねフォームの話からしようか。 先生によっては講師の人によっては右手下で縦位置構える派の人もいるんだけど俺は右手上派なんよ正直ね生徒さんにどっちって聞かれると直接の生徒さんについて別に好きな方で取ればいいじゃんっていう,うちはうちはって俺はお写真教えてるんだけど講師やってるんだけどその。 な何でもかんでも聞かれた時によければいいんで何でもいいですっていう <laughs> 舐めとんのかって言われかねないんだけどうちは本当結果重視で好きにやればいいで目的は何かっていうと縦で横位置と同じようにきっちり縦位置にした時に垂直が出せるならどっちでもいいよって言って俺どっちもね場合によってどっちもつかすっごい狭くてどうしてもカメラがカメラをギチ,ギチギチまで寄せたいとかっていう時にこっち側にすることもあるこっちよりも寄せられるのかなまあ大差ないけどね 壁にペタッとカメラの底の部分を当てたいとかっていう時はこっちだね。無理やりこっちにすることもあるねで右手が上の方がどっちかっていうとえっとね。前から youtube でも話してると思うんだけど。あのー？カメラを構える時に基礎として右手で持つんじゃなくて、左手で左手のこ。この辺手のひら棚心ですよこの。この辺で重心をまっすぐ。 こう地球に落ちようとするのを左手で支えて右手はもうシャッター切るだけですよって言ってるのでそっから縦位置にスイッチするときはこうすればいいから左手で支える原則変わらずね原理さん原則うち大事だから <laughs>、あのー、だから右手が上の方が合理的でいいじゃんと思うのねただ、あのー、私縦位置グリップこ,これね これが一体型になってるプロ容器とかもあるんだけど大体あの私にとっては不必要なぐらい電車がバカみたいに速かったりそんなごっつい電池いらないんですよねとかってあの要は無駄な機能が多いのでえっと例えばキヤノンでいうと 1D 系じゃなくてもう1個下のクラスの縦位置グリップが付いてない 5D とか R5 とかあのクラスのを買って別売りの縦位置グリップを付けるっていうのがいつも好きなんですよ。なんでかっていうと まず旅先に行く時に分割して収納できるっていうのが俺結構でかくてカメラリュックとかに入れる時にこうこ,こがこ,うこのサイズ遠い面積こ,うこのサイズだとねバッグに入りにくかったりするのよ。それがあるんでまあバラバラにできる方がいいなってねまず第1点ともちろん撮影する時に横位置がこうで縦位置取る時にこうなるのねこれが楽っていうのが一番でかいですまあそれは当然そうなんだけどね。 でなんでこの位置縦位置グリップこれがいいかっていうと例えば例えばなんだろうなちょっと大きめの望遠レンズとかつけてる時にこの状態で写真を撮ろうとすると重心結構前なんですよで意外と疲れるのね左手でもちろんメインで支えて重心のいいところで左手で支えようとするからまあそんなに右手に負担はかからないんだけどなんだかんだこの姿勢で例えば1日10時間とか撮ってると結構疲れちゃうんですよ で例えば三脚にセットしてても手持ちでも右手を開けてここの脇を開けてるのって結構疲れちゃうみたいでなかなかしんどいなってなりやすいんですねでなのでまあ縦位置グリップをつけちゃえば横位置と同じ姿勢のまま縦位置に持ち込めるのでずっとこの姿勢その脇が締まった状態でこの重さに耐えやすい状況でずっと構えられるので長丁場の撮影の時は縦位置グリップがあるとすごく楽なんです長丁場しかも縦位置が多い時。 で望遠レンズの場合は三脚座がつけられるやつ,るつ,るやつってそれこそカメラ横位置でもこのままバシャバシャって取れるし三脚座緩めてニューってすればこのまま、ね、押すだけで取れちゃうっていうのはすごく楽なんで三脚座をつけてる時でも手持ちの時でもやっぱりあの縦位置グリップがあるなといいと思うし逆に言うと、あのー、普通の三脚で。 自由運台でも 3D 運台でも縦位置グリップつけたままこうグキッていう状態にしておくと重心が結構外側に行くんんでそれはあんまり好きじゃないですねなんでそういう時はまあ重心が真下にかかるようにあの何 L 型のブラケットとかをつけてこの辺に三脚の穴が来るよう三脚のネジが来るようにしておくとやっぱいいなというふうに思うんでその辺りはちょこちょこ気を使う部分ではあるんですけど。 あの縦位置グリップ楽だよ例えば雨の日なんかも雨の日さみんなまあまあ傘さすじゃん傘さしてこうやって片手傘片手傘片手カメラで撮るときにその横位置のときはまあいいんだけど縦位置こ,これで写真撮るのって結構こうプラ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 するし右手が下パターンの人ってさらに大変だよね右手一本で支えつつ撮らなきゃいけないじゃんところが縦位置だと このままいきなりこ,うこっち側で握れちゃうもんだからこのまま傘持って写真撮る時にもいきなり撮りやすいんでねしかも絞りとかの調整もまあ露出露出補正ここに割り当てることが俺多いんだけどまあ楽ちんで露出補正ぐらいはできる絞りはね牛こっち側にセットしてることが多いからこれはちょっと気を使うところがあるけどねまあでもできんことはないよね。 これと比べるとだいぶやっぱりやりやすいなというロス補正はできんことはないかでもまあカメラ自体がプラプラしちゃうっていうのは手ぶれが心配っていうのもあるからやっぱ縦位置グリップがある方が雨の日なんかはすごく楽だなっていうのもあるねなんかね縦位置グリップをあのこれ普通に買うとこれなんか妙に安かったんだけど1万何千円で売ってたんだけど普通の普通のふつ普通の,他のメーカーの他のカメラで縦位置グリップバッテリーグリップ が出ているやつ3万円するっていうのはなかなかの、うん、っていうところもあるしパナソニックオリンパス共通でバッテリーがさこれ大きな一眼レフとかだとこっちにバッテリーが2個入ってこっちのバッテリーは抜くとかここにこう出っ張りがダミーバッテリーみたいに出っ張りがあってスコンって入ってこっちにバッテリーが2個入るっていうパターンが多いんだけどパナソニックもオリンパスも本体内の電池は残したまま。 こっちににもう1個だけ電池が入る形になって、ね、まあ多分2個入んないんだろうね物理的に。っていうのがあってえっ、ー、そのこれバッテリーグリップつけたままでこっちの本体内のバッテリー交換ってできないのよ、うん、大丈夫それと思うんだけどもうそれがもう習わしになってるっぽいんでまあまあいいか電池交換をする時はバッテリーグリップ側の電池を交換しましょうねだから先に使うのはバッテリーグリップ側の電池っていうことになってるからまあまあそういう合理性になっている。 だなって考えればまあ OK っていう気はするんだけどねこんな感じでバッテリーグリップまで買ってしまって非常にオリンパスライフを楽しんでいますローゲンゾーセミナーのマイクロフォーサーズスペシャルやるからね9月10日に。 ぜひお申し込みくださいただね正直ね、あのー、縦位置グリップもそうなんだけどそんなに老現像マイクロフォーサーズきを使っててそんなに老現像する人がいるとあんま持ってないんで、えー、今回興味のある方は是非一人でもあの応募してくれたらやるからねそういうつもりでいますねあとんだろうまあそんな感じでございまして縦位置グリップねあのおすすめですバッテリーも1個か2個最高で2個増えるやつもあるんで何かの機種であったよね でも基本的に一1個バッテリーが使えるやつが増えるんでちなみにニコン Z67 については端子の数が足りないらしくてこう下にくっつけるバッテリーグリップっていうのがあるね。で両サイドから2個入るようになる本体内は使えなくなるんだけどバッテリーグリップ内にバッテリーが2個入るようになるんだけど縦位置のこの辺の端子がないらしくて通信ができないらしくて横位置でしか取れないというかこのグリップでしか取れないっていう謎のやつも 発売されておりましたけども Z6272 であの改善されてねちゃんと縦位置で取れるようになったらしいねえその辺もありあの取材とかで使うには縦振りついてる方が俺好きだからオリンパスすごい気に入ってますねそんな感じでございましてまたお会いいたしましょう